ラオン、バジュ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 ラオン。ああ、時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のバジュラオン。蘇る理由さえ、正義の意味さえも、今は知らないお前だけれど、吠えろ前期前期、いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に、そうさ前期前期、その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオン、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 バジュラオン。その昔、縁の大津に命を受けし赤き御法の寄進あり、その名を善鬼。善鬼君王の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり、そして今この世に災い現れし時、無敵の鬼神善鬼は再び蘇らん。カルマの子供たちよ、地上に憑依の実を根付かせる計画、あまりはかどっていないようですね。申し訳ありません。善鬼なる害虫めが我々の憑依の実をことごとく食い荒らす次第で、鬼神復活の件は我らが偉大なる暗黒神も気に病んでいらっしゃるご様子ですが、ご覧なさい、冥府を司る星がサソリの心臓に不吉な影を落とそうとしています。今は鬼神には構わず、地上に一つでも多くの実を解き放てとのお告げです。ご安心ください、このグレンがすでに次の手を講じてあります。大丈夫なの、そんな大口を叩いて。またくだらん憑依獣を作って実を無駄遣いするつもりか。俺が育てた憑依獣は貴様らのものとは出来が違うのだ。大声を出すではない、グレン。はっ、いいでしょう、成功を祈りますよ、グレン。はあ、必ずやご期待にお応えいたします。千秋ちゃん、お元気ですか。うちの近くにリゾートホテルができたの、うまく予約が取れたから遊びに来ない。久しぶりに朝までおしゃべりしたい。ナミちゃんのところに遊びに来るなんて何年ぶりかしら。苦しかった。いやよな、僕もこんな狭いところに詰め込んでくれたな。大体なんで俺様がこんなところまで来なきゃなんねんだよ。何言ってんのよ、式神が主人のボディーガードをするのは当たり前でしょ。俺がいつからてめえの式神に。ドアッ、ナミちゃん久しぶり、元気だった。もち、小学校以来よね。ねえねえねえだろ、うるせえやつらじゃ。かわいい、あなたが善鬼くんね、はじめまして。何しちゃがれ、俺様はこの世で最強の騎士。ナミちゃんこれだけ。うん、何しやがる。はい、善鬼持って。ありがとう。俺様は荷物持ちじゃねえ。うわー、高そうなホテル。ナミちゃん大丈夫なの。任せてなんてね。今このホテル開業記念サービス、女性はただ。ほんと、抽選で当たっちゃったの。すごいでしょ。なぜ。いらっしゃいませ。
今日予約した小川ですけど。はい、お待ちしておりました。どうぞお部屋の方へ。わあ、綺麗な人。似合うぜ、ヒョイの実。どこ行くのよ、前期。前期なんだ、意外とはしゃいじゃってんじゃん。考え変えようかな。こんなところにもあるとはな。待ってろよ、俺様が今食ってやる。どうぞ。うわー、いい眺め、最高。本当、それにお部屋も綺麗。ありがとう存じます。そう言っていただけると本当に開業してよかったと思いますわ。お二人はお友達同士でいらっしゃいますの？ええ、長いこと会ってなくて。このホテルの女性無料招待に当たって大ラッキー。うん。ありがとう存じます。当ホテルはお客様のような美しい女性に快適に過ごしていただくために建てられたホテルなんですのよ。でもおかみさんもとっても綺麗。そうそう、その美貌には何か秘訣でもあるんですか？お客様に気を使っていただいて申し訳ありません。気を使うなんてねえ。そうよ、本当にそう思ってるんです。そうですか、それはどうもありがとうございます。そうですね、私の美容の秘訣は。秘訣は？強いて言えば、あなた方のような若くてピチピチした娘さんたちにこのホテルに泊まっていただくことかしら。変な話をしてしまいました。このホテルには美容に効果的な温泉、エステサロン、エアロビクススタジオなども完備しております。お二人ともその美しさを目いっぱい磨いていってくださいね。どうぞごゆっくり。お風呂入ろうか。うん、お風呂入ろうか。いやー、ごっくらくごっくらく、おやじ。バタシー、やめてやめて。かしいな、確かに憑依の身の匂いがしたと思ったのによ。全身から殺気がプンプンしてやがる。ただの人間じゃねえな。いつぞやも憑依獣のそばにいた小僧、どうも怪しいとは思っていたが。正体現せ、本物の怪我。やるか、その貴様だ。なんだこいつ。何？ふにょーん！待てー！あの野郎、こんなところまでうろちょろして。千秋ちゃん、あの人知ってんの？ただの痴漢よ。許さねえぞ、あいつ。行くぞ！これって、さっきのやつがやったの？前期、どう思う？少
少しだけどあいつ憑依の身の匂いがした。あいつ身に疲れてるわね。奴らは何者だ。憑依の身のことを知っているのか。あの男も何やらただの僧侶とは思えません。ふん、まあいい。どのみちこのホテルの奴らは。はい、グレン様にいただいたこの子が一人残らず。わかんない。何なのこの平和な空気。二人揃って同じ夢って見るかな。まさか誰かがあのミイラを。嫌ですよ、脅かしちゃ。違うんです、本当に二人がミイラに。はいはい、じゃあ気をつけます。本当なんだってば。どうして。夢なんかじゃない。前期どうだった？あの男はいた？ダメだ、さっき風呂に落ちてからどうも変な匂いが鼻についてよ。きっと硫黄の匂いよ。もう役に立たないんだから。千秋、もういいわよ。私のせいでこんな変なホテルに連れてきちゃってごめんね。何言ってんの、ナミのせいじゃないわ。でもせっかく遊びに来たんですもの、このくらいのことがなきゃつまんないわ。とにかく一度お部屋に戻って対策を練り直してみよう。そうね、もうすぐ夕食だし。くっ、女ってのはすぐそれで。何よ。あら、どうしたの。つかない。嫌な匂いがしやがる。俺様はぬるぬるしたやつが大嫌いなんだよ。ヤクザだぞ、助けて誰か。あいつやっぱりあの坊主か。捕まえなきゃ。珍しい意見があったぜ。千秋ちゃん、ナミちゃんはおかみさんに他のお客さんを安全な場所に誘導するように言って、私はあの痴漢野郎を追っかける。いいわね。わかった、千秋ちゃんも気をつけてね。任せといて。どこ行きやがった。こんなところにいやがったか。うつけが、昼の使い魔なんかで俺様が倒せると思ったら、大間違いだぜ。ほざいてろよ。これ以上邪魔立てするとあれば、容赦しねえぞ。やれるもんなら、やってみやがれ。お前、白沢か。タイマー、電光銃。休め。あんたやっぱり身に取りつかれてたのね。正体を現しなさい、この化け物。揃いも揃って間抜けな奴らだ。よく見てみろ。な、
本当にこの俺が化け物に見えるのか？え？どうなんだお嬢ちゃん。ば手間取らせんなよ、間抜けども。間抜けはてめえだ。何？鬼に雷が通用すると思ってんのか？そんなもんへでもねえぜ。女、封印を解け。行くわよ。我得る真の呪縛、奇獣の刃にて封印を発破。術バズラオン、アー決心せよ、サンジ前進。前期ここに減臨。ついに鬼までけしかけるが、そっちがその気ならもう容赦することもねえ。切る。心の刃にて邪悪を払う。大魔剣上等だ、来やがれ。おりゃあ、おかみさん、あの大変なんです。部屋にヒルの化け物がいっぱい出て、それで危ないから他のお客さんを。おかみさん。お客様、危なくなんかないのよ。この子はとってもいい子なんだから。生蔵で俺様が切れると思ってんのか。乗れ、この化け物。何の真似だ、これは。チャチな野郎だ。こんな霧で目をくらませようってのか。ふざけろよ。貴様こそこんな霧に頼らんと戦えんのだろうが。おかしい。いつもみたいに正体を現そうとしない。あいつ身に取りつかれてんじゃないのかしら。てめえの仕業か。そう思うか。ふん、お前、飛ぶぞ。来るぞ。体を表したってことか。俺の獲物だ、手を出すな。うっとうしいんだよ。なるほど、切った張ったはお得意なわけだ。くだらねえ。じゃあもっと細かくしてやるよ。やめとけ。てめえ誰に指図してんだ。俺様が最強の鬼神前鬼様だ。うわっ。よう、くっついてみろよ。何をしている。火よ、あいつはきっと火が。なるほど、いい考えだ。とりゃカジ前期バジュラー。
なるほどな。やさバガジからで。お前はここか。手間かけさせんじゃねえよ。お見事。さすが縁のおずぬの血を引く払いし。でも、そこまでにしてもらうよ。どうだろう。ここで三人とも死んでもらえないかな。おい、てめえの名前を教えろよ。カルマの使徒、グレン。カルマの使徒。そうかい。じゃあグレンとやら、いい子だからそこにじっとしてろよ。バジラゼママ暴れたバザラダンカン、冥府の王の闇の星を光を封じる盾となりて我を守れ。